脳からの贈り物。指を動かすことから深い瞑想や思索まで、肉体と精神の活動はすべて脳から始まります。しかし私たちはこれまで脳の能力や価値を軽視してきました。これからは脳の価値を実現するために脳を開発していきましょう。脳を活用し意識を成長させるのです。まずは簡単なことからでも脳の機能や脳の健康を維持する方法を学びましょう。最も良い方法はブレイン瞑想を習慣化することです。あなたの脳をイメージし、脳に愛していると語ってあげましょう。暇さえあれば頭を押したり軽く叩いたりして眠っている脳を目覚めさせましょう。脳を理解し大切に扱っていると、脳が自信と能力をプレゼントしてくれるでしょう。